AT-4 は、スウェーデンのサーブエイビン社が開発した、単発使い捨ての格好式無反動砲である、アメリカ軍など、ナトー加盟国の間で M72 ローの、後継装備品として採用されている。不評部隊に、対装甲車戦闘能力を与える目的で、開発された。弾薬は、あらかじめ発射機に装填された状態で製造され、発射機は射撃後に廃棄される。現在は、 サーブ社がキューボフォース社を買収して生まれたサーブボフォースダイナミクス社が製造・販売している。なお、名称の AT-4 はその弾頭口径の 84mm の英語読み AT 4に由来する実弾射撃訓練で AT-4 を使用するアメリカ海兵隊兵士伊手宇将の後方に撃発位置へ引き起こされたコッキングレバーが見える。 飛散しているのは発射の衝撃で巻き上げられた薬莢や分離式団体 AT-4 は1960年代にスウェーデン軍が装備していた 60mm スケット M-68 の発展型である M-68 と同じく FFV 社が設計を担当している AT-4 がスウェーデンに採用される以前よりアメリカ軍の新しい個人蛍光対戦車団の 競争入札に参加していた。候補は AT-4 とドイツ製のアーアンラストで、米軍は AT-4 に興味を示すと改良要求を出し、これに基づき照準機とオブイヒモが回収された。その結果、AT-4 は米軍に採用され、M136 の形式番号を与えられた。1990年代初頭。 合計 120mm のタンデム弾頭が、現用戦車の正面装甲を貫通できるかどうかの試験が行われた。しかし、新型弾頭の開発は、ソ連の解体による防衛予算の縮小によって中止されることとなった。AT-4 と砲弾、AT-4 の向かって、左側が方向である AT-4 の構造原理は無反動法である。 前方に出される砲弾による反動は、発射機後方に放出される、ガスの質量で相殺される、射撃時の反動がほとんどないことから、他の構造の個人蛍光火器では射撃できない、大口径の弾薬でも射撃でき、砲自体の軽量化も可能である。この構造の欠点は、射撃時に後方に噴出される爆風による危険区域であり、いての近くにいる味方や時として、 伊手自身も、やけどなどを、追う危険がある。この後方爆風の問題は、改良型の AT-4CS で改善された。この改良型は、射撃時に、爆風の代わりに発射投降部に封入した塩水を、飛散させ、爆圧を減少させる。この改良によって、沿岸内でも射撃できるようになり、伊手は敵艦に身をさらすことなく装甲車や戦車を、攻撃できるようになった。 射撃の手順は、いてはまず後方の危険区域に、味方の人員や機材がないかを確認する。伏せ打ちの場合ならば、いては、自分の足を危険区域外に置かなければならない。発射機後方の安全ピンを外すと、撃発装置を操作できるようになる。いてが折りたたみ式の片手を開き、発射機を右肩に担いで、前後小準機の保護カバーをずらすと、それぞれの小準機が起き上がる。 後部照準機の後ろに位置する方針の左側を向いた小レバーを前方へ押し出し、方針の上側を通って右側へ回転させると撃発装置のバネが圧縮されて発射可能状態となる。いては、左手で方針を支えるか、方針の OV 紐を握り、最終的な射撃姿勢を取る。そして、後部照準機の右側にある赤い安全レバーを、 右手の人差し指から小指で押し下げつつ、親指でやはり赤い発射ボタンを押し込むと激発装置が開放されて、砲弾が発射される。小順用のオプションとして、夜間小順具も用意されている。AT-4 は少ない訓練で使用できる汎用性のある書きで、外面には操作方法についての簡単な説明書きが記されている。 訓練用に合計 9mm と 20mm の栄光弾による訓練キットも用意されている。AT-4 には何種類か弾薬があるが、単発の使い捨て兵器であり、弾薬は製造時に装填されたもの以外は使用できない。成形作薬弾で 420mm の装甲を貫通できる。紫外線向けであり、塩対号や構築物に対して使用される。この新艦は、 瞬発と地発どちらかに設定できる。建物の壁面に大きな突入口を開けたり、簡易バンカーを貫通した後バンカー内部で起爆し、爆風でバンカーを丸ごと粉砕するための弾頭である。爆発反応装甲や空間走行に代用するように改良した成形策薬弾で極めて高い貫通力を持ち、500から 600mm の走行を貫通できる。 AT-4CS は AT-4 の派生型で市街地戦闘用に設計された。特にバックブラストに対応するためクルップ式から下記のようなデイビス式に変更した。通常型の AT-4 はその後方に排出される爆風のために兵所からの射撃は非常に危険であった。発射機後方15メートル以内に壁などがあれば爆風はそれに反射して にて自身に火傷をもたらす危険がある。CS 型では放出される爆風に対するカウンターマスとして封入されている塩水を飛散させ爆風を吸収する。塩水は清水より比重の点で有利であり、これにより噴射された蒸気が数メートルで減水しやすく、兵所からの射撃時に後方の壁から反射した爆風を射手が受けにくくなり、基本型の AT-4 よりも はるかに安全である。また、塩水は、凝固点が低いため凍りにくく、ある程度の寒冷地でも使用可能である。加えて、衝撃を抑えられ、夜間使用時においては派手なバックブラストで敵に居場所を悟られる可能性も低くなった。AT4 の登場作品を表示するには、右の、表示をクリックしてください。ゴジラゴジラアメリカ陸軍兵士が M136 を所持。 ミスターミセススミス・ジョン・スミスが使用 NCIS ネイビー犯罪捜査班第21話潜入調査に登場ガンヘビー未来戦争劇場版仮面ライダー555パラダイスロストブロップガンが登場また同一のものを流用して劇場版仮面ライダーデンオキバクライマックス刑事仮面ライダーオーズオーズなどにも登場 ジュラシックワールドインジェン社のセキュリティ部門のエージェントが使用し、ベロキラプトルを一体爆殺する。世界侵略、ロサンゼルス決戦エレナサントス技能軍曹がミサイルに向かってくる無人機を撃墜するのに使用。ターミネーター4、トゥモローワールド、トランスフォーマー、ダークサイドムーン終盤のリセプティコン戦で使用。センチネルプライムにダメージを与える。トーチウッド人類不滅の日。 1> 第1話に登場。トリプル X、ランナウェイ、ランボー、最後の戦場終盤の戦闘で、可連続反乱軍のビエンが、火力支援に現れたミャンマー海軍の小海艇を、沈めるべく仲間と共に用意し、い手を務めるビエンに射撃準備が終わったことを、仲間が頭を叩いて合図してから発射し、小海艇を爆炎で包む。ロボコップに、エンジェルビーツ、1話で、松下が使用。 ああ、メガミサマスクルドが使用。ギルティクラウン、キルミーベーベー、ゴルゴ1321話で使用。スナボーズ、絶対絶命で、ジャラスじいさんじいさんが使用。魔法少女マドカマギカ第11話にて、アケミホムラが使用。ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは、悪夢の予感次元大介が使用。アメリカズアーミー、アーマ、アームドアサルト、アルマニ、ジャストコーズに、 ロケットランチャーの名称で登場する。ソカーム、US Navy ーシールズポータブル、ウォーゲームレッドドラゴンな当陣営のアメリカ軍デッキで、使用可能な対戦車兵器として登場する。カウンターストライクオンライン AT-4CS が、登場。クラッシュバンディクーシリーズ、クラッシュバンディクーが使用。ゴーストリコンゴースト隊員が使用。コールオブデューティシリーズ、COD4 味方兵士が使用するが、 プレイヤーは使用できない。COD、メガワットに、COD4 と違い、プレイヤーも使用できるようになった。ゼルダの伝説トワイライトプリンセスラフレルが使用、ソードアート、オンラインフェイタル、バレット、バンカーコメットの名称で登場、ビブと方向がアレンジされた架空かきである、ストレア、エイジが使用する、ダイナマイトケージ、バーチャファイター4ベネッサルイスが使用、バトルフィールドシリーズ、 プロジェクトリアリティ、アメリカ軍、アメリカ海兵隊の兵器として、M136AT4CS が登場。また、イギリス軍でも使用されているが、こちらは、l 2 a 1 i ロ o というイギリス軍正式名称で登場。同様に、フランス軍では、BL という正式名称で登場している。BFBG アメリカ軍工兵の装備として、スコープ付きのものが登場する。 BFBC に公兵の装備として M136CS が登場する BF3 キャンペーンのオペレーションソードブレイカーに登場クリスチャン・マコビックが背中に背負っており敵スナイパーが潜伏するホテルへの攻撃のために主人公のヘンリー・ブラックバーに渡されスナイパーごとホテルの一角を吹き飛ばす BF4M136CS が登場キャンペーンや マルチプレイの一部フィールドで配置されているものを使用可能バイオハザード RE2 バイオハザード RE3 パラサイトイーブマーセナリーズ2レッドクルシブル2ありがとうございます